in, feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. 皆さんこんにちは。上位 20% の宿をご紹介、もぐです。本日は軽井沢三代町にあるザ・平松さんのレビュー動画となります。ぜひ最後までご視聴いただけたら嬉しいです。東京から高速に乗って佐久インターチェンジで降りてから一般道で約20分、丘を登っていくと平松さんに到着いたします。2016年に三重県にオープン以来、熱海、仙石原、沖縄、京都と宿泊施設を続々と開業している平松ホテルズ。こちらザ・平松軽井沢は2021年3月にオープンされたホテルとなります。チェックイン15時から24時、チェックアウト11時。6万平米を超える敷地内には全28室の本館と9棟のビラがあり、コンセプトはまさに森のグランオーベルジュです。早速ロビーにてチェックイン。ウェルカムドリンクで温かいジンジャーティーをいただきました。お部屋へ案内していただきます。今回宿泊したお部屋は4階ジュニアスイートスカイビューのお部屋408号室です。お部屋のご紹介です。入って手前のお部屋、こちらウォークインクローゼットとなります。広々としたクローゼットで、ここですら寝れちゃいそうですね。お部屋にはヨガマットも。引き出しの中には電子式金庫、パジャマのセットと、その下には生地の違うパジャマも入っておりました。好みで使い分けられるのが良いですね。廊下に出てまっすぐ進んでいくとメインルームとなります。大きな窓の外には L 字テラス、日の光が部屋中を照らしていて、見てるだけで気持ちのいいお部屋。入って入り口手前のバーカウンターにはお茶のパックにコーヒーのお豆、こちらは自分でドリップしていただくことができます。おかきとチョコのお菓子も無料でいただけますよ。氷入れのアイスはフロントに電話してもらうことができます。引き出しには2段ティーセット、一番下にはカトラリーセットが入っておりました。隣の扉の中にはティーパックとコーヒー、冷蔵庫の中にはリンゴジュース、桃ジュース、ウーロン茶、ペリエにお水、これらはサービスでいただけることになっていて、下の段のアルコールのみ有料となります。左の棚にはグラス類とコーヒーマシンが置いてありました。お次は作業スペース。机の上のタブレットからはルームサービスが頼めたり、観光情報やホテルの情報もチェックすることができます。こちらからのメインルームの景色も美しくて心が癒されます。こちらは上下の木の扉を開けるとテレビが出てくる仕組み、生活感を感じさせないポイントがまたラグジュアリーですね。テーブルにはフルーツケーキ、長野県産の小麦粉や卵を使ったシェフ特製のケーキだそうです。
嬉しいウェルカムスイーツです。それではお次は奥のお部屋に行ってみましょう。ドアを開けるとベッドルームとなります。ベッドはシモンズ製、サイドテーブルにはライトの調整スイッチや時計、ベッドルームからも広いテラスが眺められて目覚めが良さそうですね。お次の扉を開けると洗面台が2つあるパウダールーム、一つ一つの小物が美しく並んでいて眺めているだけで気持ちが良いです。大きなボトルはハンドソープ、横にはボディクリームが置かれておりました。アメニティは左右の引き出しに入っていて、こちらの引き出しの中にはフェイシャルマスクとメイククレンジングなどのアメニティも添えられておりました。パウダールーム奥には扉が2つあり、こちらの扉を開けるとお部屋入り口、クローゼット近くに出ることができます。お部屋が広いだけあってありがたいです。もう一つの扉はお手洗い、間接照明の光もありおしゃれな雰囲気ですね。そしてパウダールームを背にして外を見るととっても豪華な露天風呂です。目の前の景観も素晴らしいですよね。天井までの大きな窓を広々開けることができるので風の通りを感じることができます。こちらの温泉はここから車で1時間ほどの塩原温泉を毎日運んできているそうです。このお風呂は今はぴったり張られているのですが、入浴してお湯が溢れると自動的にお湯が出てくるようです。浴室の中にはお水やバスタオルのほか、ヒノキリボンというお風呂に入れてヒノキの香りを感じることができるものがありました。扉越しのシャワースペースには腰掛けられるようにもなっていて、レインシャワーもついております。シャンプー類はワヒトというブランドでした。そしてすべてのお部屋がつながっているテラスに出てみましょう。風の気持ちよさ、足元の木の感触、そして軽井沢の山々が混じり合い、まるで天国のような空間です。私は木の感触を感じながら歩いてしまっておりますが、こちらにはスリッパも置いてあります。以上、お部屋のご紹介でした。さてさて、こちらも気持ちのいいテラスなのですが、こちらは5階のラ・ルミエール・クレール、ディナー前にお茶がいただけるとのことでお邪魔いたしました。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中から選ぶことができ、夕日に温められながらのお茶にほっと一息できる時間です。お次はお散歩しがてらのお出かけ場所、本館から少し歩いて向かう、その名も焚き火ラウンジです。この時はまだ肌寒くて、季節的にもクリスマスツリーのようなイルミネーションがありますね。こちらではスープやドリンクをいただきながら焚き火で温まり、焼きマシュマロを楽しむことができます。冬らしいイベントってどうしてこうもワクワクするのでしょうね。ドリンクはホットワインと白ワイン、コーヒー、紅茶、ココア、そしてスープの中から選ぶことができました。スープはもろこしのポタージュで、ミルクの香りが優しくて美味しかったです。焚き火ラウンジの近くには別館があり、こちらではライブラリカフェと称される読書スペースなどが設けられております。セルフで飲み物をいただくこともできます。一
度お部屋に戻った後はディナータイムとなります。平松さんではお食事場所が2カ所あり、1階と5階でフランス料理とイタリア料理をいただくことができます。今回私たちが予約したのはフレンチがいただけるルーグランリス。メニューにはお食事に使われている主な食材が書かれております。ドリンクメニューはこちら。フレンチなのでワインがメインとなっていて、ペアリングで注文することもできます。私たちは1杯目洋梨のフルーツシャンパーニュをいただきました。一口サイズのアミューズをいただき、コースの始まりです。一皿目の食材は栗と白トリュフ。滑らかな栗のクリームと白トリュフの香りがベストマッチ。お次はカマス、レンコン、ユズ。カマスとジャガイモをふっくら蒸し上げたものにコンソメスープをかけて崩しながらいただきます。3皿目、白子、日の中部、くるみ。秋冬というこの季節ぴったりの白子、大好物なのでとっても嬉しかったです。ヤガラ、人参、ソースバンジョンヌ。バターの香りが漂うふわふわかつ身の締まったヤガラにバンジョンヌというワインを使ったソースをかけていただきます。そしてメインのお料理は信州プレミアム牛。燻製を含め焼いているので、その風味がまた食欲をそそります。デザート1品目は洋梨と夏ハゼ。夏ハゼの甘酸っぱい泡が口の中で弾けるのが楽しい、美味しい一品でした。こちら、リンゴとキャラメルのデザートは、リンゴがふんだんに使われたお皿で、リンゴのタルトタタンに、緑色のリンゴはホワイトチョコレートを合わせたムースのデザートです。最後に登場したのは、鳥小屋に入った小さなお菓子たち。ハーブティーと一緒にいただき、ディナータイム終了です。チェックイン時に撮影できなかったロビーに立ち寄りました。広々としたロビーは夜になると暖炉やライトの光がついて幻想的な空間になります。お部屋に戻るとターンダウンしてくださっていて、机の上にはヒノキの香りがするピローミストが置かれておりました。お風呂もブラウンドが閉められていたり、すっかり夜仕様。ディナー最後の鳥かごのお菓子たちはお腹に入らず、お部屋に持ち帰らせていただいたので、この後ゆっくり食べたいと思います。こちらが2つのパジャマになります。生地も柔らかくて寝やすそうです。何度も何度も温泉に入って身も心も温めてから就寝いたします。おやすみなさい。早速朝ごはんに向かいます。今朝は先ほどの通り、外は霧に包まれていて、それはそれで山に囲まれている長野県らしさを感じ、良い朝を迎えました。
朝食のメニューはこちら。最初に出てきたドリンクはすべて長野県産、甘酒とリンゴジュースと牛乳。4種類のパンとそれにお供するのは自家製バター、蜂蜜とリンゴバター。こちらのリンゴバターが本当に美味しくて、お土産で売られてないかと探してしまったほど私はお気に入りでした。ぜひ皆さんも食べてみてください。こちらは15種類の野菜がたっぷり入ったミネストローネ。メインのお料理はちょうど良いサイズのキッシュ。信州牛が使われているシーザーサラダはとっても美味しいのに、くどさがなくてヘルシーにいただけました。デザートはヨーグルトとフルーツ。食後のドリンクは私はまたハーブティーを選択させていただきました。ごちそうさまでした。それではお部屋に戻り、チェックアウトの準備を始めます。広いお部屋で飛び回っていたので、忘れ物チェックは念入りにですね。チェックアウトです。ザ・平松軽井沢さん。お部屋だけでなく館内のすべてがくつろぎの場になっていて、平松ならではのおもてなしと満足度の高いお食事、日の光と森の空気に囲まれて過ごせた時間は何より尊いものとなりました。気になるお値段と口コミ評価数はこちら。